終戦は中国三国時代の占い師。字は、河は、青州学安軍の人。終戦は、夢占いの達人として、当時有名であり、その自責は、三国史、片木伝において記述されている。最初は、軍の役人を務めていたが、大使の、妖配から、8月1日に、総方が来られ杖と薬を与えられる、と告げられる夢を見たと言われた際に、 杖は、力のないものを立たせ薬は病んだものを治します。8月1日には、族が滅ぼされましょうと占って敵中させた。ある時総秘が、宮殿の2枚の瓦が落ちて、つがの押しに変わる夢を見たと言った。終戦が、高級でにわかに亡くなられる方がありましょうと答えると、総秘は、実は作り事を言ったのだと明かした。終戦が、夢は意であり、意が、 言葉となった以上は、吉祥は占えますと答えた言葉が終わらないうちに、女官が殺人を犯したという知らせが入ってきたという。そのしばらく後、宗妃は青い木が地から立ち上って天まで繋がるという夢を見たので、それを終戦に尋ねた。それに対して、終戦は、天下のどこかで高貴な身分の女性が、冤罪のために死ぬことになるでしょうと答えた。 この時に宗秘は剣夫人に死を賜う自称死者に届けさせており、後悔してその死者を追わせたが、結局間に合わなかった。宗秘の時代に中老とされ、大使の任を兼ねた。終戦の夢占いは十中八九は的中し、主権大らの任総儀と並び称された。義の明帝の末年に死去した。陳三国史。 ちくま学芸文庫版4巻、ピアニッシも350から353。ありがとうございます。